フジテレビにぶち切れ。たびたびメディアにも登場し、テレビ慣れしているマー君ではありますが、テレビ局に激怒する事件が起きています。きっかけは2016年に放送された目覚ましテレビの人気コーナー、物知りじゃんけん。このコーナーではマー君がニューヨークで住んでいる家が問題として出されました。マー君が住んでいるトランプ氏所有のビルは？といった三択問題が出され、トランプワールドタワーが正解だと放送されました。ところが、なんとこの内容は全くのデタラメ。マー君はツイッターでこの内容を完全に否定し、本人に相談もなくクイズにされて、しかも住んでもいないのに住んだことにされて、わけがわからないと語り、間違いであることを訴えました。さらにマー君を怒らせたのは、